どう？どう？声小さい。まだまだ小さい。どうです、どうですか。BGM もっと下げた方がいいのこれ。とりあえずチータラを食べながらライブに出ますっていう、それだけなんですけど。チータラとウイスキーを飲みながらライブの告知をする枠です。もうちょっと人増えねえかな。人増えねえか。まあいいか。春来の、動画概要欄に書いたんですけど、みゆさんというですね、シンガーソングライターさんのツーマンライブに、サポートでお呼ばれしました。下北沢ラグーナというライブハウスで、7月10日7時半からですね。まだちょっとなんだろう、どっちが先にやるかとか何も詳細知らないんだけど、チケットはE プラスで買えるので、ご都合のよろしい方はぜひぜひ、平日ですけど、まあ、仕事終わりとかにね、来てもらえると非常に嬉しいので、ぜひぜひご来場いただければと思います。みゆさんとは結構共通点が多くてですね、まず同い年っていう点で、大阪出身。話してみたらなんかすんげー近くに住んでるてたみたいで、今彼女上京してるけど、なんか本当に一歩間違えてたら同じ学校だったぐらいの感じの感じです。みゆさんの曲を紹介するか。でもこれ流したら多分アウトなんだよな。どうしよう。6月6日にダンデライオンズという曲が配信されまして、でそれがね、なんだっけ、浜田辰臣くん主演のブレイカーズっていうショートフィルムの主題歌で使われてるということでですね、なかなかいい曲なんですけど、音源はSpotify とか iTunes とかそういうなんていう、いわゆるサブスクでこうダウンロードできますので、
よかったら探してみてください。俺が晴れっていう話だよね。ちょっと待ってね。iTunes さ、使ったことないんだよな。まあいいや、とりあえず YouTube のリンク貼っとこう。なんか一曲何がいいかな。あ、これにしよう。ちょっと待って、ちょっと待って、あれ ?MV ないじゃん。どれ?あ、そうか、こっちにはないんだ。なるほどね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。そうだ、ABEX のチャンネルなんだ。あ、広告がうぜえ。広告がうぜえ。広告がうぜえ。広告嫌い。あ、BGM 終わってた。あれだな、ピアノ弾かないとびっくりするぐらいコメント来ないね、これ。なんか質問とかあったら答えますよ。今飲んでるお酒はブラックニッカです。聞きました。早っ早っ。そう、なんかちょっとこう、なんだろう、スモーキーな感じの、いい感じの声をしてますね、彼女は。チーズ好き、超好き。チーズ超好き。え、ブラックニッカ高くないよ、全然。僕の譜面のアンビリーバーズの弾き方はね、なんだろう、左手のリズムを意識しましょうね。あの、米津さんのアンビリーバーズとか春雷とか、あっちら辺の曲はもうリズム命ですから、左手に全神経を集中させてこう頑張りましょうね。そんなに難しくないよ、左手は。慣れだよ、慣れ。まあ、あれは完全に僕の手癖なんで、他の人からしたら難しいかもしんないけど、でも慣れだよ、あれは。本当にライブ一人でも来てくれたら嬉しいんで、ぜひぜひ来て、ぜひ来て。
人も来なかったらさ、こいつは登録者1万人もいるのに全然集客力ないやつっていうレッテルを貼られるからさ来てよ、平日だけど来てよ。まあ実際1万人つってもね、あのアクティブなやつがどれだけいるかっていう話だよね。多分1000人もいないと思うんだよな。酔った勢いでなんか引く？でも全然酔ってないんだよね今。全然酔ってないよ。全然酔ってない。あのライブでは。みゆさんのオリジナルも含め多分10曲ぐらいやるからさ、来てよ、大変なんだよ10曲覚えんの。眠いので落ちてしまう。落ちてしまえ。落ちてしまえ。レモンの譜面はいずれ出します。いずれ。ライブいくらぐらい？確か前売りが3000円で、当日が3500円。プラスワンドリンク。だから多分当日でも4000円とかじゃない。ワンドリンクって多分500、600円でしょ。でそのツーマンのお相手がナナミさんっていう、まあこれまたシンガーソングライターの方で、なんかガンダムのオープニングエンディングかなの曲とか書いてる人らしいから楽しいと思うよ多分。全然知らねえんだけどさ全然知らねえ。もうなんか直前ぐらいにあの下調べしといて挨拶する感じでいいかなっていう。東京は遠い？遠くないよそんなに。あ、BGM 終わってた。来たいけど親が許してくれるかな。もうあの親と一緒に来ちゃえ。じゃあ親御さんと一緒に来ちゃおう。もうそれならいいでしょう。もう春来早くも2200回再生ということでありがとうございます。もう昔はさ本当に1ヶ月かけてようやく1000回超えたっていうレベルがさ、もうなんか信じらんないよね今。これがどんどん増えていくんでしょ続けていったらさ。
最初に投稿したコネクトが1ヶ月で1000回超えてやったーってなってた記憶あるもん。やったーって懐かしいなーって。親が僕のこと好き。じゃあ来て、じゃあ来て、本当に喋ろう、来て喋ろう、終わった後に。4月とかに学校があったら無理。学校休もうじゃ学校休もう。もうなんか一番言っちゃいけないことを言ってる気がする。学校があったらってどういうこと、わかんないの？学校あるかないかって。親がっていうことはさ、中学生高校生ぐらいでしょ。決まってんじゃないのそういうのって。こんばんは、初見さんいらっしゃいませ。今日はただ僕がチータラを食べるだけの回です。で今流れてる BGM は高尾和樹さんっていう知り合いのギタリストの方の音源です。部活とか補習とか、あそうか、夏休み入ってんのか。補習って僕がピアノを弾かない回は視聴者がこう半分になるっていうジンクスあるよね。やっぱほら喋る人じゃないからさ、僕の喋りにはみんな興味ないっていう、そういう意思の表れ、すごくいいと思う。欲望に忠実な感じすごくいいと思う。行こっかな、お金あれば。お金あればじゃなくて、お金を作れお金を作れ、お金を作ってくるんだ。そういうもんだ。お金がなくてもなんとかなるさ。お金あればって当日にならんとわからんってこと？当日券があるかどうかすらわからんぞ。前売りで
前売りで確保しろよ。3000円 E プラスで。こんばんは、初見さん、いらっしゃい。あ、BGM 終わってる、クソ。クソ。何流そうかな。何を流そうかな。普通のアーティストの音源使うとさ、アーカイブに残らないからさ、毎回悩むんだよね。何流そうって。こういう時に音楽系の知り合いの音源を買っといてよかったなって思うわけですよ。ライブ会場どれぐらい広いですか？キャパは100人ぐらいって聞いてます。そんぐらいしか知らない。そうだから、僕の力でこうね、50人ぐらい埋められて埋められたらこう評価が高まるなっていう、嘘ですけどね、冗談ですけどね。50人なんて呼べるわけないじゃないですか。そこそこの大きさっすよ。だってあれだもんね、 ABEX の人とヤマハの人だもんね。ヤマハだったっけ、ヤマハか。そりゃそれなりの会場取るよ。顔合わせも兼ねた打ち合わせで ABEX の会社の中入らせてもらったんだけど、すごかった。もうなんか世界が違うなって思った。今月の25日に出る。お、大丈夫だったら、大丈夫じゃなくても店長さんにお願いして、ちょっと7月10日はずらしてくださいっていうか、バイト仲間の人にちょっとこの日だけシフト変わってくれませんかってこうお願いするっていう手もありますよ。ありますよっていう僕からの提案です。今度ファミチキ怒るんでって言ったら多分変わってくれるよ、みんな。チケット多分余ってんじゃない？余ってると思うよ、まだ買えるし、 E プラスで余ってるよ多分。もう買えます、券もう買えます。もう今コメントのところに貼っ付けてます。 E プラスリンク飛んだら買えます。もう4月の12日から販売してるからね遅すぎた告知だからね、これ。
とりあえずあと5分ぐらいであのこの放送は終わるんですけど、とりあえずあのライブ直前ぐらいまではアーカイブ残しとこうかなって思います。あれだね、お酒はなんか一日飲むとしても一杯ぐらいがちょうどいいな。いや本当来てよもうあのそこら辺人を集めることにちょっと期待されてる部分もあるからさお願いします本当に。ぜひぜひ来てください。そして僕と握手しましょう。予定確認しておきます。お願いします。ぜひぜひ来てください。あ、 BGM 終わった。よし、じゃあこの曲が終わったら今日の放送は終わりにしようかな。そう、握手しよう。あの、あとこの子と握手しよう。握手、あの指先をこうつまんであげるから、これで。こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんはだ。うん、もうね、終わっちゃうの。あ、じゃあ、ツイキャスに移行してちょろっとだけピアノ弾くんで、後で。よかったら、ツイッターのフォローもしてください。さい。めっちゃひっついてんだよね。取れない。この前デッドプール2見てきたんですけど、最高でした。超面白かった。マジでめっちゃ笑った。あのグロいの全然苦手じゃないよっていう人はぜひ一度見てもらって、その後にあのネタバレを見てもらったらより楽しめると思います。あの本当に、なんだろう、メタ発言とかもう本当に最初から最後までネタが散りばめられてて、もう全部拾いきれないぐらいのボリューム、マジで面白かった。次はアントマン&アスバスプなので楽しみ、超楽しみ。マーベル映画は本当におすすめ、面白い。インフィニティウォーを見終わった後の喪失感はやばかったけどね。みたいな。
マジっすか。インフィニティウォーはやばかったな。あと40秒で終わります。誰って何、あの僕のこと、僕のことですか。誰、じゃあお疲れ様です。ライブ来てね。本当にチケットはもう買えるから、ぜひぜひお願いします。じゃあお疲れ様でした。